やや二世帯住宅な旦那の実家で同居中、家事は、大体私がやらされてる。琴音、無職が、数ヶ月前から、私鬱だから、と一切何もせず、一日中寝て、何かにつけて、鬱になった私を大事にしろという。なんと、トメまで、琴音ちゃんの鬱で悩むうちに、私も鬱になったかも、鬱だわ、鬱だわ、と騒ぎ出し二人して、一日中、だらだらゴロゴロ寝て、人をこき使う始末。3センチ先のお茶を取るのにも、人を呼ぶくらいで、自分の部屋の掃除もしとけと言われ、頭に来て、私も鬱になったみたいです。ひどい倦怠感がと言って、今までやらされてた家事を一切せず、だらだら寝て過ごし、ご飯は、自分だけピザ取ったりしてました。部屋もどんどん荒れ、食事も作らず、洗濯物はたまり、この時期だから悪臭漂うくらいまで、とことん放置。そんでだらだらゴロゴロ。焦るトメ&ことめ、いろいろ言ってくるが、私鬱なんで、で押し切り。鬱になっちゃったから、迷惑かけますんで、別居しますね。と悪臭漂う美実家をさっさと捨て別居。それまで、旦那が入れていた生活費ももちろんなくなり、ことめは無職だし、生活が苦しくなったらしいわら。ドキュンなところは、病院に行き、良くないと思いながらも、鬱っぽい症状を話し続け、鬱認定していただき、薬を処方&診断書をゲット。トメやコトメの前で薬をちらつかせて飲む袋の中身はビタミン剤に入れ替えてましたが、旦那には、メソメソと家事が辛い、鬱だし、もうダメ、死にたいと話し、別居にこぎつけた。トメコトメは、病院にも行かない偽鬱だから、こっちに強く出れなくて笑ったわら。ちなみに、実際、私は鬱でも何でもないです。これを読んで、本当に鬱で苦しんでる方がいたらごめんなさい。